先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第1弾サツキ賞。最も速い馬が勝つと言われるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。さあ最後は大外枠のカタノアードマイヤ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。アリゼオ好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。先手を取ったのは予想通りアリゼオ、さらにはビクトワールピサ、8番ウォーターポケット、その後ろもう一度先頭からメジロキネマ先手を取りました。その隣にアリゼオ、その外からカタノ透明、内からはウォーターポケット、その隣にゲシュタルト、カタノアードマイヤ好位をキープ、アロマカフェ、そのうちに続いています。内からはトゥーザグローリー、その外からビクトワールピサ、ピンクの帽子ダークシャドウ、その後ろイルノダムール、そのうちに続いています。並んで11番ルーラーシップ、ダノンシャンティ、すぐ後ろその隣にサンディエゴシティ、最後方に成田サークル。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のカタノアードマイヤ現在先団です。ビクトワールピサ前走に続いてここも連勝なるでしょうか。もう一度先頭から先手を取ったのはアリゼオ、その後ろからはメジロキネマ、これに続いてカタノ透明。 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。メジロキネマ先手を取りました。アリゼオそれに続きます。これに続くのが片野透明。さあ先頭はまだ4番メジロキネマ、まだ粘っています。2番手はアリゼオ、片野透明、3番手18番片野アードマイヤ、差を詰めてきました。一気に先頭を捉えるか、後続も追い上げていきます。さあ先頭はメジロキネマ、その隣からはアリゼオ、片野透明、その後ろ4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ、先頭は片野アードマイヤ、後続のアシードもなかなかいい。残り 200m、 カタノアードマイヤ先頭だ。しかし後続のアシードもなかなかいい。カタノアードマイヤ粘る。一気にレーシンフラッシュ、レーシンフラッシュ、レーシンフラッシュ、先頭だ。レーシンフラッシュ、レーシンフラッシュ、一着、二着にはどうやらカタノアードマイヤ、鞍上お見事。 G1 の大舞台で手綱が冴え渡りました。勝ったのはレーシンフラッシュ。
Thank you.
こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはファーストステージ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくファーストステージ行きました。続いて前へ行くのはパコボーイ、さらにはサンライトシガー、7番キングオブアカデミー、その後ろ先頭に戻りましょう。ファーストステージ先手を取りました。前に戻りましょう。先手を取ったのはファーストステージ、その外からブレイクホース、その隣にサンライトシガー、その後ろからはラストシリウス、好位置をキープしています。肩の神谷、その外からパコボーイ、並んで10番メルシージャスミン、黄色の帽子、コンサートカード、その後ろ、すぐ後ろにミラクルベルベット、最後方にアッププレジャー、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭は依然として9番ファーストステージブレイクホース、ほとんど差がありません。サンライトシガー、3番手片の神谷、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。ファーストステージ先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はブレイクホース、懸命に追いすがります。さあ片の神谷一気に来た、パコボーイいっぱいになった、あと 200m、 ファーストステージ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。片の神谷抜けた、片の神谷もう一伸び、先頭は片の神谷、1着でゴール、片の神谷1着、2着にはどうやらラストシリウス、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。片の神谷、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあいよいよ直線の攻防、最後の追い比べ、先頭はレディーアルバローザ、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手は七夕バトラ、追いすがるレディーアルバローザ先頭、七夕バトラ先頭、残り 200m、 先頭は片野東北、残り 100m、 片野東北、ここまでか。アプリコットフィズ、アプリコットフィズ、アプリコットフィズ、1着、2着にはどうやら七夕バトラ、アプリコットフィズ、見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭に立ったシルポート、しかし後続の足色もなかなかいい。あと 200m、 シルポート先頭だ、しかし後続の足色もなかなかいい。残り 100m、 シルポート先頭、スケールプログレス、パリダット伸びない、スケールプログレス、ゴールイン、スケールプログレス、1着、2着は微妙です。勝ったのはスケールプログレス。
Thank you.
Thank you.
さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭は鷹の馬ちゃん、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はバンクルー立山、鷹の馬ちゃん先頭、2番手はアドマイヤスバル、鷹の馬ちゃん1着、鷹の馬ちゃん完勝、鷹の馬ちゃん1着、2着はアドマイヤスバル。やはり中央の馬が強かった。勝ったのは鷹の馬ちゃん。現役最強の座を求めて京都競馬場に東西の有力馬が集結。その栄冠をつかむのは歴戦の実力馬か、それとも新勢力か。古馬の最高峰レース、天皇賞春の発走です。さあ最後は大外枠のファーシャンウルフ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先行争い、畑の青ちゃん前に行きそうです。これに続いてミヤビランベリー、その隣に七夕花へ、その横にキングトップガン、その外からエイチザクラウン、内からは浅草キングス、その外からファーシャンウルフ。1周目の第3コーナーに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から、先手を取ったのはミヤビランベリー、その外にエイチザクラウン、その隣に七夕花へ、タタノアオちゃん好位をキープ、浅草キングスすぐ後ろ、その隣にジャガーメイル、その外からベストメンバー、ピンクの帽子ファーシャンウルフ、その後ろすぐ隣にキングトップガン、その横にアクシオン、セイクリッドバレー。この馬もこのグループ1000メートルを通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。では前の方からミヤビランベリー先手を取りました。その外にビーチザクラウン、並んで12番七夕花へ、畑の青ちゃん好位をキープ、
その隣にパーシャンウルフ、内からは浅草キングス、黒の帽子ジャガーメイル、その後ろすぐ隣にベストメンバー、その横にキングトップガン、アクシオン、この馬もこのグループ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。一番人気の片野青ちゃん現在先端に取り付いています。ミヤビランベリ前走に続いてここも連勝なるでしょうか。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはミヤビランベリ、その外にリーチザクラウン、緑の帽子花畑花江、その後ろ片野青ちゃん好位をキープ。並んで18番パーシャンウルフ、ベストメンバー、この馬もこのグループ。その隣にジャガーメイル、その外にキングトップガン、さらにはアクシオン、その外にセイクリッドバレー。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。さあ先頭は七夕花江、ミヤビランベリーほとんど差がありません。さあ片野青ちゃんこのまま逃げ切れるでしょうか。さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭は片野青ちゃん、片野青ちゃん先頭、ここから引き離しにかかります。あと 200m、 片野青ちゃん先頭だ。後続を大きく引き離した。伸びてくる馬はいるんでしょうか。片野青ちゃん独走、片野青ちゃんぶっちぎりです。片野青ちゃん1着、2着はドリームジャーニー、これが世界を制した実力だ。片野青ちゃん